青い海を見つめて何を待つ返事をくれよ僕は女の子だからどうか男の子だからどうか。あの人すごい人だよね。誰だっけ。世界のトッププレイヤー国枝選手だよ。まさか本人が見られるなんて、うん、やっぱりすごいよ。サーブが完全にコントロールされている。よかったらサインをいただけないでしょうか。いいよ。ありがとうございます。そのノートは異常なまでに詳細な A ちゃんのテニスノートです。よかったら一回対戦してみるかい。え？それとも車椅子相手は難しいかな。いいえ、ぜひよろしくお願いします。いくらすごい選手でも車椅子で A ちゃんと戦えるのかな。車椅子テニスは車椅子を操作するからプレイに使えるのは片手だけ。2バウンドまでは OK だけどボールに追いつくのだって大変なはず。ワンセットマッチ、丸尾トゥサーブプレイ。すごい。ラブフィフティーン。完全にサーブの軌道を予測された。でも車椅子テニスにはサイドステップができないという大きな弱点がある。ラブサーディ。サイドに振ろうと思ったら前に出られた。心を読まれてるみたいだ。よし。ここでサイドに振る。すごい、すごい集中力だ。15-30。少しで返されるところだった。今のでも危ないんだ。両サイドへ振っても追いつかれる可能性がある。でも車椅子である以上バックハンド側に高い打点のボールを打ち込めば簡単には返せないはず。よく見て考えてるね。でも、あ、15-40。すごい、これが世界最高峰の車椅子テニス。俺も負けてられない。共に世界一を目指そう。あなたのヒーローは誰ですか？